ひるゆきさん、こんにちは。最近ハロオタになったものです。友人の勧めでハロプロを見始めたのですが、僕の周りでは特にルルちゃんの評判が高いです。先日ルルちゃんの個別に行ってきたばかりのひるゆきさんに、ルルちゃんの良さをぜひ聞きたいです。ジュースジュースのダンバラルちゃんですね。やっぱりルルちゃんは歌声じゃないですかね。歌が上手いのはもちろんなんですけど、声の良さと歌い方がめちゃくちゃマッチしてて、両方の良さを引き出してるって感じですかね。研修生時代から上手かったんですけど、いい意味での繊細さを手に入れたというか、なんかそんな感じあるんですよね。あとそれでいてダンスも上手いんですよ。長身で足も長いからめちゃくちゃ映えるし、ただただバッキバキに踊ってるわけじゃないというか、ここにも繊細さが出てるんですよね。あと喋ってるところも見てほしいんですけど、一見クールな印象を受けるんで誤解されやすいんですけど、僕はマナカンよりもあざといいんじゃないかなと思ってます。なんか天然の可愛さなんですよね。マナカンはつぶながさん的なあざといギャグの使い手なので、あざとさとお笑いを兼ね備えてるんですけど、ルルちゃんは笑わす気とかないんですよ。ただ可愛いんです。でもそれでよくないですか。それだよですよね。これで少しはルルちゃんの良さが伝わったかなと思います。